皆さん、いつもたくあん TV をご視聴いただきありがとうございます。たくあんボーイです。今回は皆様に大切なご報告がありまして、緊急で動画を回させていただいております。この決断をするまでに何日も悩み、眠れない日もありましたが、同期の芸人や友達のクリエイターや地元の友達に相談して決断することができました。この報告を聞いて悲しむ視聴者さんもいるかもしれませんが、僕がしっかりと考えて出した答えなので受け入れてくれると嬉しいです。それではたくあん TV から視聴者の皆様へご報告させていただきます。私たくあんボーイ、年内にチャンネル登録者50万人突破できなかったら坊主にします。マジで？マジです。達成できなかったらこうなってしまいます。前髪も作れませんし、セットする髪もありません。これでこうして何か問題を起こしたやつみたいになるんですよ。なんか俺らにも影響ありそうじゃね？そんな気がする。まあ俺は大丈夫そうだな。私も関係ない、勝手にどうぞ。坊主の検査やだよ。心配の声も多いと思いますが、ご安心ください。年内に50万人突破できたら坊主にしなくていいんですよ。絶対に坊主にするという報告じゃないんで早まらないでください。てかあと何人なの？知らね。確かこの前46万人突破ライブしてたよね。てことは50万人まであと3万2000人です。多いな。これは無理なんじゃ。あと2ヶ月ちょっとでしょ。いけんじゃね。いけるっしょ。適当だな。そんな簡単じゃないぞ。あと絶対しかないよ。なかなか無謀な挑戦というのは分かっています。ただ最近生活の中に刺激が足りないなって思っていたんです。そんなある日、友達とご飯を食べに行ったんですよね。もう今年も終わるなっていう話をしていた時に、じゃあお前年内に50万人突破できなかったら坊主なってふざけて言われたんですよ。なんでだよっていつも通り返そうと思ったんですけど、待てよ、ありだなって思ったんですよね。最近の日々の中で足りていなかったハラハラやドキドキを取り戻した気がしたんです。わかる、人生ハラハラ行きたいよね。だな。現状維持ではなく、さらに成長できるように僕は挑戦します。挑戦しなきゃ失敗もありません。失敗して坊主になる姿も笑ってくれるみんなだと信じています。でも僕は達成するので安心してください。くれぐれも僕の坊主見たさに登録を解除するような真似はやめてくださいね。本当に振りじゃなく本当にやめてくださいね。いつも途中下車する皆さん、やめてくださいね。いや、振りになってない？たくあん TV の生配信ってよく途中下車するやついるよな。前も配信中に1000人ぐらい減ってたな。いけるー！笑い事じゃねえぞ。俺たちは影響あるんだぞ。ま、みんないいやつだと思うよ。みんな、ちゃんと登録してね。そのために皆さんに楽しんでもらえる動画を作ります。引き続き、コメントやいいねで動画を盛り上げてください。そして新しく3万2000人の方が登録してくれるように、さらに楽しい動画を作り続けます。俺の面白いギャグで盛り上げるぞ。いいね、いいね、イクワンのドン。やめとけ、多分5人ぐらい減ったぞ。え？登録しない人は私が背骨折るよ。怖えって、優しく呼びかけてあげて。よろぽよ、登録よろしく。イガラシはもうちょい感情入れて。望み込むスピードで100万人増やすぞ。ソウスケくんの人気ならいけるかもね。それでは年内50万人を目指して出発進行。たくあん TV のみんなもよろしくね。はいはい、オケぽよ、にー